国立イチャン保護官、軍人、警察、参戦有志など五国英霊がいるところ、今日はそこにいるおじいさんを会うためにいてきました。韓国の国旗であるテグッキが聴覚を向かいます。水防施設の현충문と현충탑です。ここは현충관です。五国英霊の遺体を葬る儀式をするところです。今からおじいさんに会いに行きます。壁には韓国戦争に関する壁画たちがあって、当時の状況の勉強になります。この岩、おじいさんの禁止だったので小さい祭儀を行いました。戦国家だけど、今の韓国にしてくれた先祖たちに感謝すべきだと